皆さん、こんにちは。今、海外、韓国進出を熱望するアーティストが多い中、元欅坂46の平手友梨奈さんが、大手芸能事務所、ハイブの、日本本社、ハイブジャパンの新法人、新レーベル、ネイコに所属しました。また、キング&プリンスの平野紫耀さんの、ハイブ移籍説も噂されています。そんな中、日本を代表する歌姫、安室奈美恵さんの韓国での電撃復活計画が浮上しているというのです。調査していきます。引退から4年が経ちますが、また彼女がステージに立つ姿をひょっとしたら見られるかもしれません。こう話すのはある音楽関係者です。18年9月、惜しまれながら歌手活動を引退した安室奈美恵さんに電撃復活計画が浮上しているといいます。引退後、表舞台に一切姿を現していない安室さん。しかし、19年にアップルミュージックで安室さんの楽曲の配信が始まると、1週間で日本人アーティスト史上最多の再生数を世界中で記録するなど、引退後も人気は圧倒的です。デビュー日であり引退日でもある9月16日には、故郷沖縄県で安室さんの楽曲に合わせて花火を打ち上げる花火大会が開催されるのが恒例となっています。この日を年に一度の楽しみとしているファンは多いのです。20年と21年はコロナ禍のためオンラインで開催されました。22年は天候不良のため中止となりましたが、安室さんがお忍びで来場する予定だったと一部で報じられたこともあります。引退の理由として声帯を壊していたとインタビューで明かしていた安室さん。さらに20代後半から引退を意識していたとも話すなど、完全引退の意思は固いように伝えられてきました。最後のコンサートでも、私がこうしてステージに立つことはもうないと言っていました。しかし引退直後に勢いで引退すると言ってしまったと周囲に明かしていたと一部で報じられています。前室の音楽関係者は言います。21年から JRA 日本中央競馬会の CM に安室さんの楽曲が採用されていますし、音楽番組で安室さんの映像が使用されることもしばしばあります。自身の歌声を日常的に耳にすることで刺激を受け、また歌いたいという気持ちが芽生えたようだと聞いています。万が一復帰するとなれば、ファンも音楽業界ももろ手を挙げて歓迎することは想像に難くないですが、その舞台は意外な場所となりそうなのです。音楽関係者は続けてこう語っています。18年に引退を発表した小室哲哉さんも復帰しましたし、安室さんの復帰も可能性はゼロではありません。実は安室さんと交流のある韓国の芸能関係者やイベント関係者が韓国での復帰を後押ししようとしているようなのです。韓国でも安室さんの知名度は抜群です。04年に初めて台北とソウルでコンサートを開催して以来、安室さんは何度もアジア公演を行っています。日本のみならず韓国国内でも安室さんの復帰を期待する声は根強いのです。近年世界を席巻する韓国エンタメ界から熱いラブコールを受けての復帰計画が水面下で動いているそうです。日本の音楽業界で一時代を築いた安室さん、その姿をまた表舞台で見られる日をファンは待ちわびています。そこで一番に名前が挙がるのが、世界的スターである BTS を生んだ大手芸能事務所ハイブではないでしょうか。日本にも本社を置き新レーベルを立ち上げたハイブ、 NTEAM の活躍から平手友梨奈さんの加入で勢いをつけているハイブジャパンの新法人新レーベルネイコですが、まだまだ話題に欠ける印象があります。そこで初めにも話しました平野紫耀さんや安室奈美恵さんの力を借りようとしているのではと噂されているのです。ハイブに平野紫耀さんや安室奈美恵さんが所属となったら、それはすごい話題になりそうですね。韓国での電撃復帰はあるのか、またどこかの事務所に所属するのか、目が離せません。ここでそんな安室さんに声をかけていた人物が韓国エンタメ界以外にもいたというのです。それが2022年11月にジャニーズ事務所退所が騒がられた滝沢秀明さんです。
ジャニーズ事務所副社長時代に安室さん人気をジャニーズに取り入れようと、ジャニーズジュニアのデビューに関して安室さんが楽曲演奏ひとまとまりや作詞ダンスの振り付けを担当し、全ての内容をチェックしプロデュースするというプランが極秘に進められていたというのです。しかし滝沢さんはジャニーズ事務所を退所してしまっています。そこで話に上がっているのが先ほどのハイブジャパンのネイコなのです。ハイブ日本本社の役員として滝沢さんが就任し、平野翔さんをはじめとするキンプリの脱退メンバーの加入、安室奈美恵さんの復活やプロデュースがあるのではと噂されています。そんな安室奈美恵さんは2018年9月16日に芸能生活に終止符を打ち、シーンから去りました。そんな安室さんは今は一般人として生活しています。彼女がメインストリームにいた時代と今を比べると物足りなさを感じる場面もあります。韓国の音楽シーンが約12、3年間かけて世界基準になったとはいえ、アラウンド2000年あたりには彼女が韓国のクリエイターに刺激を与えていたのは紛れもない事実です。韓国の大手芸能事務所 JYP の代表取締役だった J.Y.Park は後に NiziU を生み出すオーディションで沖縄での審査を心から楽しみにしていました。その理由を安室奈美恵さんの故郷だからと答えていたのです。さまざまなインタビューで J.Y.Park は安室さんに影響を受けたこと、いつか楽曲提供をしたいという野望を語っていました。過酷なダンスレッスンやボイストレーニング、さらに高いプロ意識を育てるマインドセットなど、沖縄という島でスター育成を行っていた沖縄アクターズスクールで安室奈美恵さんが基礎を身につけたことは有名な話です。後に今でいう韓国アイドルのようにデビューした瞬間からいきなり精度が高いという現象を4人組のガールズグループスピードが証明しています。ストイックな姿勢と真摯な音楽への取り組みで国民から高く信頼されている三浦大知さんもアクターズ出身なのです。デビューができるかできないかわからないけど、それでも命がけで努力するという姿勢あってこそ、こうしてトップアーティストが生まれるのです。それを国家総出で行っているのが今の韓国です。独自のアイドル育成システムなのだと思います。日本には素晴らしいシンガーソングライターやミュージシャンがたくさんいます。しかし踊るというある種のスポーツ芸術を司るアーティストで、彼女までのレベルに行ける人はもう出てこないのではないかと思ってしまいます。それほどに安室奈美恵という人は唯一無二でした。安室さんは雑誌フラウ2003年3月号でこう語っていました。歌だけなら私よりも上手い人はたくさんいるし、踊りだけでもやっぱりかなわない人はいる。でも歌と踊り2つが合わさった時には絶対一番になれるという思いがある。安室さんはこの2つを華麗に編み上げトップスター街道を進みました。しかし引退時にはこんなことを言っています。私は自分がトップを走っているとは思っていないんです。私自身も常に何かを追いかけているんだと思いますよ。日本が誇る歌姫安室奈美恵さんの復活は本当にあるのでしょうか。いかがだったでしょうか。今全世界で人気を誇る韓国のアーティスト、その練習生期間はとても過酷だと言われています。しかしそんな過酷な練習を安室さんは日本でそれも30年近く前に行っていたというのです。そんな安室さんが韓国や世界で人気があるのは納得がいきますね。この先また歌っている姿が見られるかどうかは分かりませんが、彼女の歌はいつまでも色あせることなく聞き継がれていくでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。